身の結び方。特別なことは何もない。真理を探る目を養うのです。真理に勝るものは何もない。真理を悟れば道は開かれ、悪に勝てるのです。どう身を収めればよいか。不公平な感情をなくすこと。憎い相手でも良い点を見出し、 盲目的な偏愛は人と国を滅ぼすと心得るべき。愚かな人間どもは永遠の命を求める。だが命とは儚いもの。執着を捨てれば広い世界が待っているものを。日々の繰り返しの中でどのように生きていくか、己を知れば、 宇宙が見える。その宇宙の中には、毎年耕された土や、埋めき死んでいく主情がある。残念なことは、それが目に見えないことだ。悟り、海岸の導き。目や耳をすまし、濁った心を洗い流すのだ。今から自身が持っているものを、すべて捨てるのだ。 空になった心で自分自身を探すことだ。邪悪な魔群を取り払うのだ。なぜ信羅が無力に崩れたのかを知る必要がある。外国の勢力が入れば国は不幸になる。信羅は党の力を借りて統一したため、その影響から自由になれなかった。今は 自主的な力を構築しなければいけない。儒教、大学の一節。人は様々な偏った考えを持つが、それは罪の通り。愛する感情にて、憎しみの感情にて、恐れ、うやまう感情にて、憐れみの感情にて、物事を軽んじる感情にて、 権力と政治とは何か。はじめは民のためと叫んで権力を握り、その後は座を保つために民を踏みにじり搾取する。それが権力というものだ。力によってのみ左右される乱世の政治。真実などはない。強いものがすなわち真実。 道徳的な矛盾から抜け出さねば、異業を成すことはできない。この世の断りは、すべて因縁と業によるもの。避けられる断りを集め、それを人は、歴史と呼ぶ。しかし残念だ。いくら長い歴史も、身は一瞬の虚像に過ぎぬ。これを知らずに、千年を夢見て死にゆく英雄たち。 世を生きる道理は、他人を恨む前に自身の過失をよく見つめること。人生は大自然の目で見ると、一杯の水が揺らぐに等しい。一切の現象は儚い。知恵の目だけが見えるもの。福を求めるなら、先に怒りと欲から離れるべき。それから離れなさい。 服は決してタラでは来ません。懺悔し、絶えず仏様を拝みなさい。それが服を得る道なのです。